皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はポケットモンスタープラチナの実況プレイをしていきたいと思います。まあ以前ギラティナを捕まえたんですけど、まあ今回はメインパーティーを紹介したいと思います。まあメインパーティー、まずはリーダーのドダイトス。まあ攻撃力が非常に高いパワータイプですね。まあエースです。まあ宿りの種、呪いを使いながら地震、種爆弾を、まあウッドハンマーをでもいいんですけど、ちょっとそうですね、種爆弾がいいかなと思います。今はちょっと安定感を持たせて葉っぱカッターにしています。そして特殊アタッカー、トゲキスですね。まあエアスラッシュ、原子の力などトリッキーな技を使います。そしていざとなったら指を振るで、いろんな技をちょっと賭けをしてみるという、強力な技が出るように賭けをしてみるなど、そんな感じです。で今度はフローゼル、速攻両刀速攻型ですね。まあストーリー、まあ実際この方だとそんな強くはないんですけど、ストーリーとしては悪くないですね。岩砕き、まあこれはもう岩砕きじゃなくて、まあ別の技がいいんですけどね、他の格闘技がいいんですけど、まあとりあえず今はこれで相手の防御力を下げながらといったところです。そして波乗り、冷凍ビーム、岩砕き、噛み砕く、まあ安定した技を使っていきます。まあすみません。うふ、私たちとポケモン勝負始めちゃう？あなたがどんなトレーナーかいろいろチェックしちゃいますね。まあ今回メインはこのパーティーをいかに使うかという、そんな感じになります。まあ本当はもうトゲキスとドダイトス、まあトゲキスがとりあえずトゲキスはそうですね、まあどうしよう、まあとりあえずエアスラッシュをサーナイトに、でドダイトスは地震を打っていきます。まあ、トゲキッスはもう飛行タイプなので、ドダイトスには当たりません。まあ、マジか。まあ、これで普通にもう全員の敵を攻撃できます。まあ、これはおすすめなテクニックですね。まあ、これでドダイトスにも、よし。では、カメラは見た！僕たちの、あなたならタレントでもやっていけるわ。とりあえず先進んでいきますかね。まあ、なんて言おうかな。まあ、最近急上昇中とか、ただパーティー紹介とかそういうのじゃないと、まあ、普通にストーリーで進めるだけじゃもうあれですからね。インタビュー。ジムリーダーになるなら、何ジムと名前を付けますか？何ジムかな？そうだな。とりあえずやっていきますかね。ステータス。アイスボディジム。アリ地獄ジム。そうですね。エスパージム。格闘ジム。型破り。カブトアーマージム。そうですね。生活。アルバイトジム。お金ジム。そうですね。結構これってグルメジム。グルメジムいいね。あ、これでいいでしょう。決定。お話ありがとうございます。このインタビューの内容はテレビ番組で放送します、しますので、テレビをチェックしてみてね。よし。苔の一年、岩をも落とす。ことわざ通りだな、あのマニア。まあ、とりあえずは414。まあ、こっからギラティナの世界から帰ってきたわけですよね。まあ、とりあえずまあ以前捕まえたギラティナはもう物理アタッカーとして活躍させようと思います。まあただ今はちょっとあんま強くないんですよね。まあ結構強いやつほど育成に困るもんなんですよね。まあそうですね、まあ1ポイント攻撃を伸ばして最後に1つなんか長所を伸ばすといったところ、まあ長所がなかった場合には素早さを伸ばすという、まあ、どのみち特攻が高くなることはないと思いますね。いや、どうだろう。なんだったっけな、性格。ああ、アイテム。ロッククライム。
ロッククライムほら乗り越えたら、グッドグッドスマイル、みんなグッドグッドスマイル。お、まあ知ってる、ご存知の方はご存知なんですけどね、第4世代。まあこれが第4世代のゲームなんですけどね、まあ、このゲーム、この世代がもう一番バトルが熱かったと言っても過言ではないですね。あと第6世代のメガ進化良かったですね。まあ、メガ進化いいんですけどね。なんであの第7世代であの Z 技なんて出たんですかね。もうそれが気になるんです。それがなぜかわからないんですよ。おい、夢食い。結構技マシンってあのコレクションしたくなるんですよね。第5世代でもう無限に使えるようになってほんと嬉しいと思いましたね。まあその代わりあのゲームコーナーがもう第4世代で最後になったんですよね。まあとりあえずあの、まあそうですね。まあこのゲームでもまあ大爆発は何度でも手に入るということで、まあ一応安心しましたね。まあ大変なんですけど難しくはないといったところですね。まあそれがゲームコーナーで手に入れるという。ちなみに大爆発はですね、まああの、ストーリーではクソッカスです。お、え、何?君、この先、ナキサシティではすごい停電があって、今工事中なんだってさ。あ、そっか。一回、あ、すいません。そっか、あの、一回、あの、あれしないといけないんですね。なんかあの、まあ、とりあえずあの、ユクシー、アグノム、エムリット、どうしようかな、捕まえようかな。いや、やめとこうかな、やっぱ。まあ、とりあえずは、まあ、別にいいとしまして。まあ、とりあえずは、あの、七かまど博士に報告しないとですね。あ、そうだ。なんか、どっかテレビないかな。あ、テレビあった。こんにちは。この番組をしっかり見て、君も今日から、流行の最先端、トレンド通信の時間です。早速最初のトレンド情報をどうぞ。こちら、現地からひまわりがお天気をお伝えします。210番道路では晴天に恵まれました。私、せっかくですので、たまに溜まった洗濯物をここで干そうと思います。以上、お天気でした。続いてのトレンド情報はこちら。ダウンベスト3の時間がやってきたよ。今回は、マサゴタウンのベスト3を紹介します。まずは、ベスト3、後期の家。続いて、ベスト2。あー、これは意外、ポケモン研究所。それでは、では、栄光のベスト1位は、なんとポケモンセンター。アンケートによると、あの辺りにはポケモンセンターが少ないので、ベスト1位になったみたいです。どう?君の気になるものはランクインしてたかな?みんなも、マサゴタウンに出かけたら、いろんなものをチェックしてみてね。じゃ、またねー。続いてのトレンド情報は、こちら。今日も金の実が、なるなる。なるなる、へいなるー。木の実ファンの皆様、コマンはタブレ、コマンタレブ、タレブコマンタレブ今日も木の実情報をコロンコロンコロンとお届けするよ。215番道路に一体、君は行ったことがあるかい?今日はここに木の実が見つかるとかどうか見に来てみた。だけど、なかった。時間がもったいなかった。テンション下がった。でも誰かが木の実を取って幸せってことだよね。木の実がない!ない!みんなありがとう!トレンド通信いかがでしたか?これからも様々な対戦情報、最先端情報をお届けしていきますよ。それでは次回の放送でお会いしましょう。さようなら!うん、どうやら、私の、あれは出なかったようですね。というわけで、今回はこの辺で、ポケットモンスタープラチナの実況プレイを終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、および SNS での拡散をよろしくお願いします。